どこに行く？よし、行くぞ！よいしょ！話は聞いている。うちの蔵を村の外へ冒険に出したいと。そんなこと許可できるわけがないだろう。ですよね。ライゾ、お父さん、私には私の考えがあるの。軽はずみな思いつきで言ってるわけじゃ。ライザリン・シュタウト君。私は君を娘の命の恩人であるというだけでなく、それなりの良識を備えた人物と評価していたのだがね。ありが…じゃない…すみません、そのクラウディアがどうしてもって聞かなくて。君たちが冒険、野外での活動に秀でているとの噂はかねがね耳にしている。保守的な村には珍しい。外界への好奇心の強さには旅商人として共感を抱かないでもない。だがたびたび大将を離れる迂闊な娘に余計な刺激を与えるようでは交流も考え直せねばなるまい。お父さん。お前が姿を消すたびどれだけ私が心配しているか。一体何度言い聞かせたと思う？それは私にも理由が。多少腕に覚えがあるというだけの彼女らに大切な娘を託せるわけがないだろう。ライザたちは私の護衛なんかじゃ。多少じゃなければどうなの？何？つまりライザたちは十分強くて一緒にいれば安全だって証明できればいいんだよね。え？なぜそうなる？旅商人にとって行く先で出会う人物の見極めこそが最大の宝だってお父さんいつも言ってるよね。私はライザたちなら大丈夫だって見極めたの。この見極めが間違ってないってお父さんが確かめて。そこまで言うからには、お前が間違っていたら今後は私の言う通りにするのだな。クラウディア、お願いライザ。はい、それで文句はありません。よし、ではそれを確かめるための課題として君たちにいくつか依頼を出すとしよう。待たせたな。事情はライザから聞いてるぜ。クラウディアも思い切ったことをするよね。まあ僕たちにできることなら手伝うよ。ありがとう二人とも。ライザも巻き込んじゃってごめんね。ううん、いいよ。クラウディアやルベルトさんの役に立てるなら私も嬉しいし。どうやら集まったようだな。早速依頼の話をさせてもらうがいいかね。はい、お願いします。まず一つ目の依頼だが、地下室の水漏れを直すものを作ってきてもらいたい。そんな錬金術師をまるで便利屋みたいに。そんなに怒らなくてもいいよクラウディア。むしろ力を試す課題としてはちょうどいいと思うよ。にしても村の連中も水漏れする家を貸すなんて何考えてんだか。大事なお客人だろうに。いや、引っ越してきた当初は何ともなかったのだ。ただそのすぐ後に地震があっただろ。
地震？そんなのあったっけか？あったよ。真夜中にほんの少しだけ。それなりに大きな揺れと思ったが、あるいは本当にこの家の耐久性に問題があるのか？村の連中が慣れちゃってるだけだと思いますよ。僕が気づいたのもたまたま調べ物で起きてたからだし。まあそれはいい。問題はその地震の後、地下室に水が漏れ出すようになったことだ。旧市街は地盤が脆いって言われてますからね。地下はよく海水が染み出してくるんですよ。クラウディア、すぐ南の岸辺はもう見た？あの辺りって以前は旧市街の一部だったんだよ。水没してるところがあったけど、あれも地震で？まさか、そんな大きな地震ここじゃ起きないよ。っていうか昔は地震自体がなかったっていうし。ゆっくり浸水してああなっちまったんだとさ。俺が生まれるずっと前の話だけどな。確かこの島を囲むエリプス湖は汽水湖だったな。湖水の塩分が浸食を助けているのだろうか。汽水湖？外界とつながってて潮の流れで海水が出入りする湖。自分が住んでるところなのになんで知らないのさ。いやだって誰も教えねえから。難しい話はそれまでにして地下室に行ってみよう。まずは現場を見てみないと始まらないし。おお、かなり水浸しになってるね。水はあっちの奥から漏れてるのかな。あそこをうまく塞げば、うん、何か思いついたのか。まあね、何が必要かはうっすら浮かんだかな。おお、とりあえずメモしておこう。待っててください、ルベルトさん。すぐ使えるようにしますから。みんなも手伝ってよ。うん、わかってるって。お父さん、私もライザを手伝っていいよね？危険はありません、任せてください。よし、みんなお願いね。どこに行こうかな。よし、どうしようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。次はどうしよっかな。次はさあ何を入れよう。さあ何を入れよう。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。うわいい、どれがいいかな。これでどうだ。さあどうだ。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。
どこに行こうかな。よし、こんな感じでいいかな。ルベルトさん、持ってきましたよ。水漏れを塞ぐ道具です。これが多分うまくいくと思うんですけど。では実際にやってみせてもらおうか。これでよし。確認しよう。どうですか？バッチリ治ったでしょ？確かに水の流れが止まったように見える。すでにここにある水を汲み出す必要はあるが。どうも。あ、課題はこれで合格ですか？確認はまだだが、いいだろう。最初の課題は合格だ。こうも簡単に解決するとは、錬金術とは大したものだな。どうもどうも。で、最初？お父さん？当然だろう。今回の課題は私個人が彼女の腕前を見るためのものだ。完全に認めるにはまだ早すぎる。でもクラウディア、ルベルトさんの言うことが正しいよ。娘さんを預かるのに水漏れを直すだけじゃね。理解が早いのは良いことだ。引き続き何らかの課題を用意させてもらおう。ライザ、お父さんってこんな言い方しかできなくって。いいっていいって。なんだか逆に楽しみになってきたくらいだよ。付き合う友人としては合格かもしれないな。